西ドイツ国鉄403型電車。西ドイツ国鉄403型電車。DB バウレーヘ403は、ドイツ連邦鉄道、西ドイツ国鉄、現、ドイツ鉄道の特急系交流電車である。西ドイツ国鉄は、1960年代後半から1970年代初めに、かけて都市間特急網である、インターシティ、IC、 インターシティのシステムを構築したが、登場当時のインターシティは、機関車が客車を牽引す売る方式、あるいは機動車による方式であり、最高速度も時速 160km にとどまっていた。これを上回る速度の車両を製作しようとする試みが、1960年代末から計画された。ちょうど日本で東海道新幹線が大成功を収めていたこともあり、 当時の西ドイツでも将来の高速鉄道時代も見据えて最高速度時速 200km 運転に対応する動力分散式車両、電車方式の開発を行うこと中、西ドイツ国鉄では日本と異なり電車方式の高速車両の製作、運用の実績に乏しかったため、まず試作車を製作して実用性を検証することとなった。この車両は四百三型と名付けられ、 試作編成として1973年に4両編成3本が製作された。編成は戦闘車の403型と中間車の404型により構成されている。西ドイツ国鉄における電車特急はすでに1950年代後半にフランクフルトアムマインミュンヘン間に特急ミュンヘナー・キンドル号ムーンクナー・キンデルミュンヘンの都市名の由来となった黄色地に フードのある黒字の修道服を着て、聖書を手に持った娘のい、戦前製の ET11 型電車を、使用が運転されていたことがあるが、西ドイツ国鉄として製造された初の、分散動力式特急用電車は403型である。なお、正式な形式は西ドイツ国鉄が1968年に、制定した、コンピュータ管理車両番号体系における電車。 100の位が4は、電車を示すの3番目の形式であることを示す4 0 3系であるが、電車については、戦前からの伝統で形式に ET、アレクトロトリブアガーにイコール、電車の略をつける慣例があり、ET403 とも呼ばれる。基本編成は4両固定編成であるが、輸送需要に応じて、車両の増結にも対応するようになっている。車体は、 アルミニウム合金押し出し剤組み立てによるボディマウント構造を採用し軽量化が図られている。また外観は空力を考慮してテーパーのついた円筒面を傾斜させて組み合わせたくさび型の前頭部、後述する車体傾斜機能のために髪型を内傾させた車体断面形状を組み合わせた結果、実際の傾斜角以上に鋭角的に見える。他に例のない流線型が生み出された。 高速走行を行う車両であることから、側窓は複層固定式とされ、客用扉はプラグドアとされたが、低床のプラットフォームに対応する必要があったことからステップ部まで含む背の高い扉となっており、乗務員扉は存在しない。貫通ホロは、硬質ゴムを円筒状としたものを左右と上部に置く、西ドイツ国鉄の標準品を使用する。 塗装は白をベースに窓周りを黒く塗り、その上下に赤色の細体を施している。先頭車には IC のシンボルも描かれた。主要機器は1969年から大量生産されて実績のある S バーン用420系のものを発展させた設計となっており、高速性と高加速性を得るため、低格出力2 4 0ットの直流性粒子。 電動機を拡大車格軸に相掛か,かる全電動車方式となっている。制御方式はサイリス体操制御でドイツ国内の交流 15000V16 に3ルツとフランスなどの交流2 5 0 0 0 v 5 0ルツのに電源方式に対応する。ブレーキシステムは発電ブレーキを常用するため各社の屋根上には抵抗器が積載されており、これは微観を考慮し、 車体側板幕板部をそのまま上に伸ばして隠してある。また、前頭部の上部には、この抵抗機群へ、冷却風を導くためのエアインテークが設けられている。マン社が開発を担当した台車は、本形式開発の数用をなす当時最新の空気、バネボルスタレス台車で、さらに曲線通過時の速度向上を図れる、よう車体傾斜方式が採用され、 最大4度の傾斜を得られるようになっている。ただし実際には、パンタグラフの下線への追従性の問題から、傾斜角は2度に抑えられたほか、実際の営業運転では、傾斜機構は用いられなかったとされる。パンタグラフは当時西ドイツ国鉄で、標準的に採用されていた、シングルアーム式で、403型の連結面よりに、各社1機ずつ搭載する。設備は、 全社一等車、区分室、開放室となっているが、中間車二両のうち、一両の半分は24席の、教職設備、ビュッフェとなっている。当時のインターシティは、T と同様に、全社一等車であり、本形式もそれに習ったものである。1973年の登場後、長期の試運転が行われた。営業運転開始は1974年、1974。 1975東大屋からで、インターシティの4号線、IC リニエ4、ブレーメンハノーファービュルツブルグニュルンベルクミュンヘンに投入された。ただ、実際に運用してみると機関車牽引方式にはない、数々の問題が明らかになった。また、当時は、線路改良が遅れていたため、高性能を発揮できる余地が少なかった。西ドイツの場合は、日本と異なり、 機関車客車方式がごく一般的で、動力分散方式は大都市均衡輸送や、ローカル線向けを除いては極めて少数だった、という背景もある。いずれにせよ西ドイツ国鉄としては、本形式の製作は試作者だけにとどめ、量産車の製造は見送ることとして、インターシティの強化は、従来の機関車客車方式で実施することとなった。これに追い打ちをかけるかのように、 1979年夏、1979夏ダイヤからは、インターシティに二等車を連結することになり、全車一等車で組成される、本形式は、二等車への改造などが行われることなく、同改正をもって、インターシティ運用から撤退することとなった。その後しばらくの間は、臨時列車 T の場合もあったや、団体列車の運用に充当されたものの、 予備車として車庫に留置される期間の方が長かった。1980年代に入り、西ドイツのフラッグキャリアである、ルフトハンザドイツ航空、ルフトハンザは、過密な航空交通の緩和と採算性の悪い、国内短距離便の効率化を目的に、フランクフルト空港とルール地方の間を、航空便扱いで結ぶ列車、ルフトハンザエアポートエクスプレスを運転することになった。 その車両として予備的存在となっていた403型に白羽の矢が立てられ、1982年3月より運用を開始した。航空便の対抗となるため、乗車には列車の乗車券の代わりに、ルフトハンザの航空券が必要とる。403型は航空便並みのサービスを提供できるよう車内や、教職設備、機内食対応家の改造が実施された。 車体塗装も、ルフトハンザーのコーポレートカラーに由来する白と黄色の塗り分けに変更された。ケルンでのフォットキナ開催時など、脱却時には、基本編成4両に、中間車1両を抜いた他の編成を増結した7両編成で運行された実績があり、乗客の高に応じて、編成の細かな増減が行われている。1990年代に入ると、403型は、 老朽化が目立つようになった。少数形式で保守に手間がかかり、費用の問題から更新工事を施行することもなく、1993年のエアポートエクスプレスの運行終了に伴えて、403型も運用を離脱した。運用を離れた403型は車庫に留置される日々が続いたが、21世紀に入り、トップナンバーである403から001から1を、 はじめ一部が保存鉄道団体に引き取られた他は廃車、解体された。ただし、引き取られた車両についても2006年時点では雨ざらしの状態で事実上放置され、朽ち果てている模様である。その後、403K の形式番号は2000年に登場したアイス3のドイツ国内専用編成、交流 15000V16.7Hz 単電源方式に、 付与されている。1960年代に次世代の高速鉄道車両を目指して日本の新幹線を意識したとも考えられる西ドイツ国鉄にとっては未知の領域である動力分散式車両を開発し実用化を目指したのであるが最高速度時速 200km 程度では西ドイツでは一般的な機関車客車方式の常識を覆すことはできなかった。 結果的に本形式はあまり積極的な運用をなされることなく、本来の用途であるインターシティからは早々と撤退することになった。むしろ、ルフトハンザイアポートエクスプレス時代の10年間こそが、その運行形態の斬新さもあり、多くの人々に強烈な印象を残す結果となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。